じゃないでしょうか。介護で働く皆さんが他の民間の仕事に比べて10万円も給料が低い、これを放置したのでは市民の介護を充実させることはできません。私は介護事業所を回って実情を伺いました。介護で働く皆さんが誇りを持って働き続けられる町を作っていきたいと思います。今の日野市は今度の4月から始まる介護保険制度の改悪で介護の水準を引き下げようとしています。ヘルパーの資格がなくても介護ができる水準を下げて、介護に必要な専門の職員を減らしていくことになってしまいます。年々引き上げられています。国の政治が社会保障を次々と後退させています。国民健康保険料の引き上げで不安を広げております。日野市政として国民健康保険料の引き上げを抑えるための政治を進めてまいります。同時に国に対して社会保障を後退させるな、年金の引き下げ反対、この声を上げていく必要があります。介護制度がだんだん解約をされて、若い世代にも負担が広がろうとしています。40歳から介護保険料の支払いが始まっていますが、それをさらに年齢を引き下げる、こういう動きを安倍内閣進めています。年金は逆に60歳からもらえたものが65歳からに引き上げられました。さらにこれを70歳からまで引き上げようとしています。年金の掛け金を払っても本当に年金がもらえるのか、若い人たちの中に不安と不信が広がっています。こんなことを続けていたら日本の社会保障制度を壊されてしまいます。安倍内閣のこうした社会保障改悪の動きにきっぱりと意見が言える市長、教員36年の経験を生かして子育て一番のまちづくり進めてまいります。保育園に入れない子がなんと541人も今年出たんです。この原因は今の日野市が毎年民間保育園一つしか増やしていかない、全く消極的な政治を進めてきた結果です。そればかりじゃありません。今ある公立保育園を潰していく、これを進めているんです。豊田駅の南口にあります公立豊田保育園、行ってみましたらもう建物周りで取り囲んで潰す寸前です。近くにプレハブの建物を建てて、ここで1年間保育をしたらもう潰してしまう、こういう計画なんです。今全国で保育園を入れない子をなくそうと安倍内閣でさえ言っている。東京都は保育士を確保するために賃金の引き上げ策を取って保育園を広げていこうとしている。この時に今の日野市長は公立の保育園を潰して民間の保育園の誘致も毎年一つ、こういう政治が541人保育園入れない、この深刻な状況を生み出しております。私はこの子どもに冷たい政治を何としても変えたいと思っています。緊急対策で保育士さんさえ増やせば46人も0歳児を4月1日から受け入れることができる、この提案しましたが、今の市長はこれをできない、困難と切り捨てています。来年1年間保育園をどうしても6つ以上増やさなければなりません。小規模保育所も増やして1歳0歳児から2歳児までの子どもたち、来年の春には保育園入れない、こういうことがないようにしていきたいと思っています。
今の市長はなぜこれができないのか、その大元に子育てに必要な市の職員を削ろうとしているからです。公立の保育園を潰して保育士を減らそうとしているんです。この間違った行政改革をやめさせなければなりません。私はこの流れを切り替えて、子育て一番、暮らしを応援するために市の税金をしっかりと活用していく、こういう政治を進めてまいります。皆さん、今の市長は行財政改革と称して、来年度から新たな市民負担増を狙っています。皆さんが毎日使うゴミ袋、今でも3玉1高いのに、これをさらに増額しようとしています。また今は無料の地区センターを有料にしようとしています。保育園、幼稚園、学童クラブの利用料の値上げも企んでおります。市民には大きな負担を押し付けながら、その一方で保育園を、公立保育園を潰して民間に移していく、幼稚園もそうです、学童クラブも民間に移そうと、この4月から日野駅の近くの新名学童クラブを民間に委託しようとしています。市民のために必要な政治をどんどん削って、民間に移しながら市民の負担は増やす、こういう間違った行政改革をもうやめさせなければなりません。今の大坪日野市長は財政が厳しいから市民には我慢してほしいとこう言っていますが、今日野市の財政は決して赤字ではありません。昨年度の決算では29億円を超える黒字を出しております。29億円あれば保育園に入れないこの子どもたちを救うための保育園の増設、なんと15個も保育園作ることができるんです。決してやれないことではないんです。子どもたちを応援しようという気持ちがないんです。財政の問題ではありません。今日野市は156億円を超える黒字を重ねて積み立て基金を持っているんです。このお金をぜひ子どもたちのために、介護や医療のために使っていこうじゃありませんか。皆さんからどうぞ願いをいっぱい出して、提案を出していただいて、この市民の財産156億円の基金をみんなで有効に活用していこうじゃありませんか。今度の市長選挙はみんなが希望を出し合う、希望あふれる選挙にして、希望の街をご一緒に作っていこうじゃありませんか。皆さんの願い、ご要望、ぜひお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。今の日野市長はこの156億円の基金、一体何に使おうとしているんでしょうか。例えば旭ヶ丘から西平山に抜ける産業道路を計画しております。80億円を超える大事業です。この事業をやったら、今住宅地で住んでいる方の家を立ち退かせて、そこに産業道路を作り、住宅環境を悪化させることになります。市民の声も聞かずに上で勝手に決めて押し付ける、こういうやり方に貴重な財政を使わせるわけにはいきません。皆さん、行財政改革という名前で市民に負担を押し付け、市民の嫌がることをやっていく、こういう政治をもう改めていきましょう。私は市民団体憲法の生きる市政を日野の会からご推薦いただいて、4月16日投票の市長選挙に立候補を予定しております。皆さんの願いや提案をどんどんお寄せください。子育て一番、市民が元気に暮らし働き続けられる
まちづくりを進めてまいります。どうぞ皆さんの大きなご支援をよろしくお願いをいたします。私は教員を36年間やってきて、中学生ができた、分かった喜びと自信を持って成長していく姿をいっぱい見てきました。子どもたちの笑顔が広がる日野の町を作るために全力で頑張ってまいります。教員を退職してから日野の町で市民運動、皆さんと一緒にやってきました。暮らしを守る市民運動、教育子育ての市民運動もやってきました。平和の市民運動では4回のピースパレードを皆さんの平和の願いを集めて大成功させてきました。皆さん、戦争がいいなんて思う市民は一人もいないと思うんです。争い事は武力ではなく徹底した話し合いで解決をしてほしい、当たり前の願いじゃないでしょうか。こういう願いを集めてピースパレードを成功して、このことが政治を今動かし始めています。皆さん、アフリカの南スーダンというところに去年の11月自衛隊を派遣しました。この安倍内閣がついに5月までには自衛隊を撤退をさせる、もう戻しますよと言わざるを得なくなりました。これは平和の声が広がった証拠なんです。皆さん、自信を持って市民が声を上げれば政治は変わるんです。オスプレイがこの上空を飛んでいます。オスプレイは沖縄で墜落をいたしました。大変危険なもんです。アメリカの国内では住宅地の上は飛びません。なぜでしょうか。危険だからです。でも日野の住宅の上を平気で飛ぶんです。許せないと思いませんか。私は本当に国を愛する気持ちを持っているんであれば、日野の市議会議員は全員オスプレイは日野の上空を飛ぶなと言うべきだと思うんです。私、何回も市議会にこの請願を出したんですが、残念ながら自民党、公明党、民進党の議員さんはこれに反対したんですね。でも私言いました。本当に愛国心があるなら、これにはオスプレイを飛ぶなと言うべきだと、こういうことも言いました。皆さん、顔を下に向けておりました。オスプレイを横田基地に配備をする、アメリカはこれを発表しているんです。配備をしたら大変です。毎日日野の上空を飛び、日野の上空で訓練をするようになります。沖縄でオスプレイが墜落したあの事故が日野の上空で起きたら、どれだけ多くの市民が犠牲になるか、もう考えただけでも恐るべきことです。ですから横田基地にオスプレイを配備する計画、中止をしてほしい。国にもアメリカにも市民の代表として市長さんは声を上げるべきです。また市長になったら市民の安全を守るために、市民の代表として国に対してもアメリカに対しても堂々と物を言ってきます。堂々と物が言える市長が今必要です。自民党、公明党に押された市長ではこれができません。私は市民団体から押され、市民の立場に立って堂々と物を言います。そのためにも4月の16日の市長選挙立候補を予定しております。私、磯崎史郎は皆さんの大きなご支援の輪をお披露目いただきますよう心からお願いを申し上げます。お勤め大変ご苦労様です。今日一日雨で鬱陶しい日でしたが、お体気をつけてお過ごしいただきたいと思います。4月の16日日野の市長選挙が行われます。この市長選挙は子育て一番、市民の暮らしを守る新たなスタートの日となります。ぜひそのためにも私、磯崎史郎、日
日の市長として仕事をさせていただきたいと思います。憲法の生きる市政を日野の会市民団体から立候補を予定しております。この間日野の町の中では平和を守る市民運動、年金の改悪に反対し暮らしを守る市民運動、医療や介護をもっと良くしてほしい、この願いを広げた市民運動、いろんな運動が広がってまいりました。そうした運動を進めてきた皆さんから代表を市長にしようじゃないか、こういう声が大きく広がって、私磯崎史郎教員